明けましておめでとう。いつも応援してくれるみんなに感謝の気持ちを込めて、今日はライブをお届けしちゃうよ。みんなに届くように心を込めて演奏するね。それじゃあ早速1曲目に行くよ。まずはこの曲から。ボイシーズ。止まらない心を焚きつけた炎。6つの景色を響かせた右手で跳ねのけるギャッと夢や理想鳴らした音に重ねて明快な希望刻む日々へ飛び込んでく溢れ出す声に思いに託し聞いてくれてありがとう。いい演奏だったよ、みんな。新年早々気合が入ってるって感じだ。うんうん、一緒に弾いてた私もめちゃテンション上がっちゃった。ありがとう、みくちゃん、りんちゃん。それじゃあ改めて挨拶をしないとね。みんな、新年明けましておめでとう。ありましておめでとう。これからの1年もたくさんの演奏を届けていきたいと思ってるからよろしくね。さあ、ライブはまだ続くよ。次の曲行こうか。え、もう？あ？わかった。ミクビョン、さっきの演奏を聞いて早く自分も弾きたくてうつうつしてるんでしょう。まあね。けど、あんなにいい演奏聞いたら、誰だってそうなるよ。じゃあ、ミクが乗り気みたいだし、早速行こうか。それじゃあ、行くよ。ロストエンファウンド。進む勇気があれば、光の吹き道し
ぱり、みんなの演奏、最初の頃と比べると、かなり上達してるね。みんな、かなりきつい練習をこなしてくれてるからね。練習は大変だけど、うまくなってるなっていうのが自分でもわかるから、頑張ってて楽しいんだ。うん。今の私たちなら、お客さんの心に響く演奏も、ちょっとずつできるようになってるんじゃないかな。でも、まだまだだよ。私たちの目標は、もっともっとたくさんの人に、私たちの曲を届けて、プロになることだから。そうだね。これからも、少しずつでいいから、みんなで前に進んでいこう。私らで燃えてきちゃった。大変な道のりだろうけど、きっとみんななら大丈夫だよ。もし苦しいことや辛いことがあったときは、いつでも世界に来て。私たちがみんなの背中を支えるから。ミク、うん、ありがとう。みんな、今日は本当に私たちに会いに来てくれてありがとう。せーの、今年もよろしくお願いします。